文春砲を食らった松本人志、還暦を迎えながらも依然多くのテレビ番組に出演し、タレントとして全盛期を維持し続けるダウンタウンの松本人志。そんな松本に驚愕の文春砲が襲来。文春が報じたところによると、松本は後輩芸人女性を 3,4 人集めさせ、六本木の高級ホテルの1泊30万円もするスイートルームに呼び出すと、女性と同じ人数になるように知り合いを招集。その上で飲み会スタートからだいたい3時間後に、後輩芸人がゲームを始めようと声をかけ、ベッドルームで女性と松本が2人きりになるよう仕向けると、松本は女性に対しゲームと称していきなりキスをしたり、服を脱がせ始めたという。さらに松本は女性に対して俺の子供産めやという衝撃の言葉を吐いたとされているが、この報道に対して所属事務所の吉本興業は名誉毀損で法的措置を取る文書を発表した。